おはようございます。おはようございます。うたちゃん、うぽつさん、しらたきさん、めいさん、あやこさん、ありささん、ありえるさん、上田さん、よわねさん、しらたきさん、おはようございます。おはようございます。はい、ちょっと遅くなってすいません。さのさん、おはようございます。え、今日は、えー、2月15日ですね。えー、火曜日。今日は寒いですね。 寒いですが、まあ天気はいいですまだ、ちょっと今、太陽は雲に隠れちゃってますが、えー、まあしばらく、しばらく朝日は出ないと思うんですがさっきはちょっと朝日が出てましたいのりさん、わらびさん、おはようございます今日はちょっと YouTube がちょっと不調なので YouTube の方は今、あの、映っていません、ごめんなさい また、録画はね、後でまた、あの、貼っときますが、今、YouTube のライブはありません。あさこさん、おはようございます。はい。えー、今日のタイトルは、えー、人はなぜ悪いことをするのか。人はなぜ悪いことをするのか。何かですね、あまり聞きたくないようなタイトルですが、えー、とても大事なテーマなんですね。とても大事なテーマです。 えー、多くの人はですねなぜ人間が悪いことをするかその理由を知らないんですね、えー、人間が悪いことをする理由を知りませんアリ吉さん人が悪いことをするのは悪魔がついてるから <laughs> その通りですね、えー、人が悪いことをするのは悪魔がついているからまさにそれが答えなんですが、まあ、もうちょっと詳しく説明したいと思います佐野さんキューちゃん牧師を見ると心が癒されます嬉しいですね えそう言っていただけたらすごく嬉しいです。えーまあ、私を見てですね、何かを感じてほしい。私を見て何かですね、癒されてほしい。えー、油注ぎを受けてほしいですね、えー。多くの人が、えー、通応される必要があります。癒される必要があります。多くの人がですね、えー、この、悪いことをやめて、 悪いことをやめて、えー、良いことをしてほしいのです。しかしそのためには、イエス様がどうしても必要です。えー、イエス様がいなければ、人間はですね、悪い方向に行っちゃうんですね。悪い方向に行っちゃいます。えー、それでは実際にちょっと、いろんな例を引いてね、いろんな例を引いてああ、説明したいですが、その前に皆さんに、皆さんの 答えを聞いてみましょうアリエさんがもう世界を言ってくれましたけれど人間はなぜ悪いことをするのか人はなぜ悪いことをするのかその理由ですねはい天国大学テストスタート、えー、天国大学テストスタート人はなぜ悪いことをするのか人はなぜ悪いことをするのかスタート スタートアリサさん欲に負けたからそうですねえ欲がはらむと欲がはらむと罪を生みえ罪が熟すと死を生むだったかなえ逆だったかなちょっと分かりませんがつまり欲が欲から悪いことをする欲が はらむと罪を生む。欲が熟すとだったかな。えー、欲がはらむと罪を生みます。つまり、えー、欲、欲によって罪悪いことをする。これはピンポンですね。うたちゃん、えー、人間はみんな生まれながらにして罪人だから。これも正解です。人間はもともと罪人。人間はもともと悪を持っている。人間はもともと、まあ、 性悪説ですね性善説と性悪説というのがあってね性悪説って生まれながらにして人間は悪いというのが性悪説です聖書の考え方は性悪説なんですね、まあ、日,本人日本人はですね性善説的なイメージを持っている人が多いですが、えーまあ、そういう部分もなくはないですよ、えー、と神様は人間に良心を与えたと 両親というのは良い心ですね両親を与えているとも書いてありますから人間は神様に似せて作られてますからまあその性善説的なものもあるんですがしかし性悪説なんですねその辺りは微妙です白滝さんアダムとエヴァの原罪を持っているからそうです人間はですねアダムとエヴァの、まあ、原罪を背負って生まれてきますから えー、私たちは、えー、その、心の奥底に罪というものがある。まあ、これはとても大事なげん前提です。キリスト教の前提、えー。キリスト教の前提を理解しなければ現実は見えてきません。なぜ、えー、毎日ニュースで犯罪があるのか。なぜ人殺しがあるのか。なぜ、えー、不正事件があるのか。 全部それで、えー、答えが見えてきますがもし、えー、人間が生まれながらにして罪人だとなっている前提を知らなければなぜ犯罪が多いのかなぜ人殺しが多いのかその理由がわ、えー、かりません性善説では答えが出な,出ないですね性善説ではこう犯罪の理由の、えー、答えが出てきませんが えー、聖書の言っている通り、人間は、人間の心は邪悪でえ、なんて言ってましたか、人間の心は邪悪である。ね、邪悪であるという聖書の言葉があるんですよ。人間の心は邪悪である。それをもし、えー、知るなら、知るならなぜ世の中が犯罪だらけだという理由がわかるんです。 しかし世の中はそれを知らないのです。なぜ犯罪が多いのか、なぜ、えー、その人殺しが多いのか、なぜ、えー、凶悪な犯罪があるか、世の中では答えがありません。答えがありません。心理学では。心理学では人間が、えー、なぜ悪いことをするかという答えを持っていないのです。トラウマがあるぐらいなものなんですけど、トラウマだけでは、トラウマがあるからなぜ悪いことをするかという、その、えー、 理由をですね、世の中では説明できてません。え、パスタが好きなゴン太くん、信仰を持っていないから悪いことをする。間違えてたらごめんなさい。そうですね。まあ、信仰がないから悪いことをするというのは、まだ罪が許されていないということですね。え、信仰を持ったら悪いことをやめるのは、罪がなくなるからです。え、その、イエスキストを信じる理由はですね、 罪が許されるということです。罪が許されると,いう,ことがいうことはですね、罪がなくなるということですね。罪がなくなって美人となる。聖人となる。神の子になる。そうすると悪いことをしなくなる。それがキリスト教ですよ、皆さん。そのことがですね、世の中は知らないのです。世の中はそのことを知りません。えー、人間が罪人であることを知らないし、 えー、十字架によって罪が、えー、許されることを知らないので、世の中はイエス様を信じません。なぜ信じないのかというと、まずその前提である。人間がなぜ悪いことをするのかという理由を知らないので、えー、信じようとしないのです。でも皆さんは、あ話を聞いているならば、だんだんわかってきて、ああ、そうだ。 確かに人間の中に何かが問題がある。人間の心に問題がある。確かに自分の心の中もよーく見ると、嘘をついたり、悪意を持ったり、え汚、ー、れたことを考えたり、確かにこの心はおかしいな。確かに自分の心は人には言えないけど邪悪だな。汚れてるな。何かふさわしくないな。と、自分の心を正直に見るなら、 自分の心を本当によく見るなら確かにいい心じゃない。何か、えー、よくない。人には言えない。<laughs> そもそも人に言えないっていうこと自体がね。皆さん自分の心を人に言えないでしょもし人が自分の心が見えたら恥ずかしいでしょえー、自分の心が見えたら恥ずかしい。ということはね、自分の心の中に悪い心がある。 罪があるということをもうすでに証明してるんではないですかもし自分の心が見えても恥ずかしくないなら罪がないでしょう、えー。自分の心に罪がなかったら恥ずかしくないでしょう。でも、見られたくない、知られたくないということはもう罪があるという証拠です。じゃあ、クリスチャンはどうなんですか えー、クリスチャンの心確かに完全じゃないですよ、えー、クリスチャンだって、まあ、恥ずかしいことを考えることはあるでしょうでもクリスチャンの場合はねあ画面固まってるありがとうございます画面が固まってるしかしですねクリスチャンの場合は食い温めてるんです熱い、えー、キャスが止まったああはい えー、ありがとうございます。ゴンタ君、ありがとうございます。えーえー、つまりですね、えー、クリスチャンの場合は、まぁ、あ、ク改めて、ああ、私の心は汚れてます。罪がありますと告白してるわけです、えー。つまりですね、告白してるということはですね、えー、もうそれは神様に表明してるわけですから、 もちろん悪い心は良くないですよ。悪い心は悔い改めなきゃいけませんが、ただ、もうそれを認めている、自白している、告白しているということの中で、もう許されているんですね。えー、あの、自白してない、ね、容疑者は、許されてないけど、えー、自白した容疑者は一応ですね、何でしょうかね。えー もうな、隠す必要がないじゃないですか。自白してるんですからね。えー、自白して、自白していない容疑者が非常に、まあ、なんてう隠れて、隠そう隠そうと、まあ、嘘を言うわけですよね。でも、自分の罪を告白したら、もう隠す必要はないんですから、もう、あとは裁かれるだけですよね。 えクリスチャンはえ自分の罪をもう表明している、自白している、告白しているので、だからクリスチャンはもう何でしょうかね、えー。そればかりじゃなくて許されているので、えー、許されているのでクリスチャンはまあ安心できるわけですね。安心できる。罪を犯したかもしれない。でも、えー、悔い改めたので、えー 十字架によってて罪が許されているので、えー、もう私たちクリスチャンはもうかまあある意味では隠す必要がない自分の罪を隠す必要もないし見られても平気クリスチャンは自分でも表明してますからね私はまあ罪人でもう悪いことしてきましたいろんな悪い心を持ってますって表明してるわけだからもう、まあ、表明すればいいってことじゃないですよ、えー、もちろん悪いことをやめなきゃいけませんが えー、悪いことをやめようと思っているわけです。だから、クリスチャンは、えー、自分の心を見られても、まあ、ある意味では平気です。もう、開きな、開き直ってるっていうのは悪い、悪い意味で、じゃないんですが、いい意味でね。いい意味でクリスチャンは開き直ってるから、人にああだこうだ言われても平気なんです。 なぜかというと、もう神様に、うん、私は罪を犯しましたと、自白しているからです。しかし多くの人はですね、自分の罪を認めないで、自白していないんです。えー、悪いことをしていることを自白しない、していない、食い改めてない。だから、恐れて、恐れがあるんです。恐れというのはですね、裁きを怖がるということです。えー、自白してない容疑者は、 え、裁きを怖がってるわけですね。だから、まあ、罪がないと言ってるわけです。また固まったごめんなさい。えっ、ー、と、追及キまた固まったでしょうか佐野さん、えー、あ、クリシャン、え、キューちゃんとの出会いでクリシャンになった佐野さん。はい。嬉しいですね。佐野さんはクリシャンになったんですね。素晴ら、素晴らしい。えー、また追求す固まっちゃったみたいですね。 はいえー、よくツイキャスよく固まりますねどう、どうして固まるんでしょうかね。はい、そういうわけで皆さん、えー、人が、えー、なぜ悪いことをするのか、それはですね、イエス様を信じていないということは、まだ自分の罪を認めていないので、えー、罪を認めていないということはですね、えー、その、 何でしょうか罪があるということです。罪があるから、罪があるから悪いことをするんです。えっとですね、まだいろんな説明があります。皆さん、えー、まぁ、あ、キム・ジョーンという人がいます。北朝鮮の人ね。あ、黒桃さん、おはようございます。えぇ、ー、キム・ジョーンという人は独裁者ですよね。独裁者。独裁者ってあの悪いことをどんどんするじゃないですか。 なぜ独裁者が悪いことをするかというと、まあ、その自分がてっぺんですからね自分がトップですから自分の好きなようにできるわけですね皆さん人間ってね自分,自分が何でもできる時何でもできる時人間は悪いことをすると思いませんか、えー、例えばですねな何て言ったらいいかな権力者お金持ち えー、そういう人はですね自分勝手なことをしやすいじゃないですか、まあ、そ,うそうするとですね、えーえー、すごく悪いことをしますよね、えー、権力を握ると悪いことをするこれなんとなくわかるでしょそれからよく社長でね社長であのワンマン社長っているじゃないですかなぜ社長がワンマンかというと自分の好きなようにできるからですよね その社長の上にまあトップが、社長の上,の上の上司がいなければね、社長って自分で好き勝手にできるでしょだからワンマンになりやすいんです。つまり人間っていうのはね、自分中心だと、自分中心だと悪いことするじゃないですか。ね。権力を握った人、そして何か、えー、その人がですね、なんかいろいろ、人を支配するような立場にいる人、 ま、政治家もですね、悪いことするのは、そういう理由があると思います。武道さんよくわかります。えー、それからですね、あとは、あ、佐野さん、先、先月会社をリストラされました。妻に言えず会社に行ったふりをして、自暴自棄な気持ちでパチンコや、えー、お亡くなりに通って時間を潰していました。そして貯金がつきました。 キューちゃんの放送を久しぶりに見て、妻に全てを打ち明けようと決心しました。妻がどんな反応をするかわからないが、イエス様に委ねるのみです。佐野さん、えー、大変でしたね。でも、佐野さんの決心は正しいですよ。えー、佐野さんの決心は正しいです。つまり、奥さんに打ち明けることと、そしてイエス様に委ねること。特にイエス様に委ねることが大正解ですね。佐野さん、心配いりません。 大事なのは、え、仕事があるかないかとか、お金があるかないかじゃないんです。佐野さん、イエス様と、イエス様に委ねること、イエス様を信じることが大事なので、心配しなくていいです。イエス様が助けてくれることを信じてください。イエス様が、え、道を開いてくれることを信じましょう。佐野さん、それが正解なんです。つまり、佐野さんがリストラされた理由は、もう一度イエス様のところに戻るためなんですね。 えー、一番大事なことは仕事があることじゃなくて、お金があることじゃなくて、イエス様に、えー、その、委ねていくかどうか、えー、自分中心で生きていくことが悪いことです。えー、つまり、えーえー、自分中心に生きてしまったから、まあ、パチンコをやってしまった、お亡くなりに行ってしまった。それは、えー、自分が、えー、その、中心になって、自分中心で、 生きるからですね。人間は、えー、自分中心で生きるとどうしても悪いことをするんです。さっきも言ったように独裁者みたいなものですよね。えー、多くの人は個人的な独裁者。個人的な独裁者ですね。自分が自由だから。自由だから悪いことをしてしまうということですね。しかし、皆さん考えてください。もし皆さんにですね、えー、とてもいい関係の家族がいたら悪いことをしますか いい関係愛し合う家族がいたら悪いことしますかしにくいですよね、えー、家族の手前,手前悪いことしにくい、えー、また固まった佐野 <laughs> さんじゃなくて追決固まったもし皆さんが非常に仲のいい親友がたくさんいたらですね悪いことしますか しませんよね、えー、仲のいい親友がいたら悪いことしにくい、えー、もし皆さんがですね、えーえー、もし皆さんがヤクザの親分だったら悪いことしますかヤクザの親分だったら悪いことしますかしますよねなぜヤクザの親分だったら悪いことするかというと自分がまあ え、親分だし、それから、えー、悪いことしても、部下たちはみんな言うこと聞くからですよね。皆さんがもしですね、えー、その、悪い友達がたくさんいたら、悪いことしますよね。悪いことしても全然そ問題ない。でも皆さんの友達がいい人ばっかりだったら、皆さんの友達がいい人ばっかりだったら、皆さん悪いことはしにくいじゃないですか。もし皆さんが、えー、 神を信じるなら神を信じるなら悪いことをしにくいと思いませんか悪いことをするならば神様がどう思うかということが分かりますよね神を信じないから神を信じないから悪いことをするという理由がそこでなんとなく分かりませんかえー、多くの人は孤独です、えー、孤独だから悪いことをするなぜかというと孤独だから悪いことをしても全然誰もしても全然誰も 文句言わないからですねえー、プクさんクリチャンの親族が身内に悪いことをして認めず謝らず人を苦しめてますが天罰が当たりますか <laughs> えー、ちょっとあの詳しく聞かないとちょっと分かりませんねアリサさんうちは娘も夫も自分に甘く時勢が効かないですえー、娘も夫も自分に甘く が効かなことはさん仲の仲の良い親友の頃にもサタンイエス様以外の誰の頃にも私の頃にはサタンいます人間はね、えー、人間はもと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 サタンを思ってるわけですねでもイエス様が追い出してくれます えー、武道さんイエス様を信じてると言いながら悪いことしてる社長がいる、えー、その神様はイエス様ですかその神様はイエス様でしょうかアリエルさん怖い夢を見るということは悪魔の仕業ですよね悪霊,悪霊ですね悪霊が、えー、悪夢の原因です その3、イエス様はあんな時やこんな時も常に私たちを見ています。トイレの神様という歌が流行りましたが、それは本当はイエス様なのです。皆さんも常にイエス様に見られていると思って、善行を済みましょうね。アメン。そうですね。えー、トイレの神様は、まあ、本当はイエス様である。アメン、アメン。神様は一人しかいません。神様は一人しかいません。 さんそうです、えー、サタンは敵ですが、えー、敵を愛しなさいという,うことの敵とは違いますね敵を愛しなさいというのは人間の敵のことですねサタンは愛してはいけませんねサタンは、えー、追い出しましょうアリエスさんイエス様とイエス様の父と二人神様がいるわけじゃないですか えーと「三ミ一体」という言葉がありましてね「四孔精霊は一人の神様」「四孔精霊は一人の神様」それがキリスト教ですねちょっと難しいんですが、まあ、とにかく神様は一人だと思ってください ウタちゃん、サタンは天使長が神様に逆らってサタンになりましたアダムとエバは神様の言葉を守らずに罪を犯して人に罪が入りましたどちらも神様のせいではなく神様が悪を作ったわけではありません神様は唯一完全な愛と完全な正義をお持ちの方ですそうですサタンも、えー、罪人も神が作ったのではなく神が作ったのは完全な えー、良い天使と、えー、完全な人間を作ったんですがその天使と人間が神様に逆らうと逆らうとサタンになりまた、えー、罪人になったわけですですから神が悪を作ったのではないのです明石タイムいきましょうえー イエス様を信じて、イエス様を信じて、えー、自分の中に、えー、悪い心があり、それを食、えー、い改めることができた証。えー、自分の中にある自分が罪を犯したことを認めることができるようになった証。人間がなぜ悪いことをするか理由が分かった証。スタート、スタート、スタート。 どうして人間が悪いことをするのか、その理由が分かった証。だから、人の罪を許せるようになった。人がなぜ悪いことをするか理由が分かったから、人の罪が許せるようになった証。スタート ウさん神様はイエス様だけでしょ。そうです。神様はイエス様だけです。唯一。神様は唯一です。神様は一人です。他に神はいません。他に神様はいません。佐野さん、アダムとエヴァは先祖の罪だから私たちには関係がないと日本人は言います。これって慰安婦問題と似ていませんかね 先祖の罪でも罪は罪なのです。悔い改めましょう。アメン。その通りです。アリエさん、しょっちゅう小学校の時、何もしていないのに気持ち悪いと思ってしまった男の子が夢に出てくるので、イエス様に悔い改めました。本当に申し訳ないことをしました。ああ、それは素晴らしい。イエス様はそのことを許してくれます。その罪を許してくれます。 人間がなぜ悪いことをしてしまうのか理由が分かったかしなぜ人間が、えー、凶悪な凶悪な犯罪をする理由が分かったかしなぜ、えー、もちろん神様をねこの世から悪を一掃したいわけです。 悪を一掃したい。そのためには人間の心から罪を一掃しなければなりません。それが解決なんです。人間の罪がなくなること。これが解決なんです。その解決が十字架なんです。十字架は人間の心を変える力。罪を取り、洗い流す力。イエス様の血によって。イエス様の血によって人間の心から 悪がなくなるのです。罪がなくなるのです。それが神の御業です。神の栄光なんです。その3、自分は悪くないという傲慢さ。自分が神だと思っている。まあ、それがまさに罪ですよね。イネさん、人間の罪を一瞬で神様はなくす力はないということですかいや、そんなことはないですよ。犬さん、人間は、えー、神様は、 人間の罪を一瞬で取ることはできますでも、えー、大事なのは、えー、人間が一人一人が食い改めること、えー、強制されて強制されることじゃなくて一人一人が食い改めるところに大事,大事なことがあるんですね言葉3、えー「罪を憎んで人を憎まず」 誰が言ったのかな福沢ゆくちかなじゃない。ちょっと誰だか忘れ、忘れましたけど。罪を憎んで人を憎まず。ね。これとても大事なことですよね。誰が、誰が言ったかを忘れました。その3、他人がマスクをしてないと非常識やつめと腹が立つ。のに自分がマスクを忘れたときは、まあしょうがないかという感じ。そうですね。 えー、人に厳しく自分に甘い、まあ、それが罪ですよねそれは自己中ですよ自己中っていうのは人の罪を責めるけど自分は甘いんですねそれがそれが罪です福沢郁吉ああそうですかあもう時間来てしまいましたねあまだまだかなまだ時間来てないうだちゃん 私たち人間は生まれつき罪の奴隷です。しかし、イエス様を神様だと認め信じるなら、罪の奴隷から神様の異なることができます。信仰によって義と認められ、地上においてもイエス様に似たものとされるのです。されていきます。アメン。黒毛さん、イエス様に救われてから4年経ちますが、罪がゼロになったわけではありません。ですが、 罪を起こしたときに、イエス様にすぐに罪の告白をし、悔い改めをし続けていたら、罪を起こすことが罪悪感となり、しないように霊的成長を遂げました。今日も愛するイエス様に感謝です。アメン、アメン。えー、クロモさんは4年、えー、経ちました。素晴らしい。そしてその4年間、成長し、霊的に成長し、 えー、悪いことをしなくなってきたこれが成果と言いますこれが成熟と言いますですから、えー、クリスチャンになってすぐにもう罪を犯さなくなるのではなくいろいろ学びながら学びながらだん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 清くなるんですね佐野さん「久牧師はラベンダーのように香りがしそうですありがとうございますキリストの香りを放ちたいですね えー、キリストの香りを話したい。えー、ゴンタ君、私は今までイエス様がいなくて、今まで悪いことばかりしてきました。が、イエス様を信じて、全然全く悪いことをしなくなりました。すごい。皆さん、これが十字架の力です。これが十字架の力です。ゴンタ君が悪いことばかりしていたけれど、 信仰によって悪いことをしなくなった悪いことをしなくなったこれが信仰ですこれが十字架ですこれが十字架です多くの人は自分の心を直視することを恐れて 自分の心の中に罪があることをなかなか認めようとしません。しかし、自分の罪を認めなければ、えー、イエス様に、えー、許してもらうことはできません。ぜひ、皆さん、えー、自分の一番の問題、自分の一番の問題は自分の中にある、えー、罪ですね。イエス様を信じないという罪、イエス様を信じないという罪に、えー、罪を直視してください。 そこに問題がある。そこに問題がある。イエス様を信じないことが結局は悪魔を信じていることになるんだ。イエス様を信じないことが悪魔を信じることになって罪を犯してしまうんだ。そのことを皆さん直視しましょう。認めましょう。理解しましょう。そして問題はそこなんだ。問題はそこなんだということを理解しましょう。佐野さん、周りを見てください。 皆さん。えー、人生の困難に疲れてくたびれた老人ばかり。えー、あなたのようなキラキラ老人はなかなかいません。いや、ありがとうございます。えー、キラキラ老人。いいですね。キラキラ老人。うたちゃん、イエス様は十字架の上で自分のことを罵る人に向かって彼らをお許しください。彼らは何をしているのか分かっていないのですと祈られました。これほどの愛と、これほどの正しさを持った存在は他には、 いません。アメーン。アメン。そうです。私たちはイエス様の清さ、イエス様の正しさに鬼預かっているのです。私たちはイエスキーと信じることによって、イエス様のように変わることができるんです。それが神様の見心です。佐野さん、言っておかなければなりません。私はゲイで、年上好きです。 それでも私はエルティル協会に受け入れられますか今までの牧師のように私の愛をこむんでしょうかい,いえい,いえ、大歓迎ですよ。えー、イの方でも大歓迎です。しゅんさん、こんにちは。以前は周りの人にどう思われるかばかりを気にしていて、イエス様のことを愛していると言えませんでしたが、今、な、なんでくだらないことを気にしていたんだろうと思います。アメン。そうです。多くの人はね、周りの人に、えー 気になって、周りの人が気になって、イエス様を信じれないのです。それが日本人の弱さです。日本人の弱さ。それは、周りを気にして、家族を気にして、友達を気にして、イエス様を信じれないのです。イエス様を信じれないのです。シュンさんが言うように、なんでくだらないことに気にしていたんだろう。なんでくだらないことに気にしていたんだろう。そ、そこに気づくことが大事だと思います。 アデュエスさん、イエス様を信じます。存在する、いるって。私はイエス様の夢を見たので、みんなに伝えたい。アデュエルさんはイエス様の夢を見たので、イエス様は存在する。イエス様はいると伝えたい。ということですね。素晴らしい。ワンちゃん、もうイエス様をがっかりさせたくありません。少しでも罪を犯さないように気をつけたい。アメン。それがイエス様に対する愛です。 イエス様に対する愛です。えー、イエス様をがっかりさせたくない。もう罪を犯したくない。それがイエス様に対する愛です。平気で罪を犯すということ。えー、イエス様をがっかりさせています。イエス様を愛していないのです。多くの人は、罪を犯して、イエス様を愛していないのです。えー、罪を犯すということ。イエス様を愛していないことになるんです。 えー、それでは、招きをしましょう。えー、イエス様を信じて。えー、この放送を見て、イエス様を信じて。悪いことをやめたい。悪いことをやめたいと思う方、アメン。えー、イエス様を信じて、悪いことをやめたい。悪いことをやめたいと思う方、アメンと言ってください。アメン。アメン。 アーメン。アーメン。悪いことをやめたい。悪いことをやめて、罪を許してもらいたい。罪を取り去ってほしい。悪の原因、悪の原因である罪を、えー、清めてほしい方。アーメン。アーメン。手の父様、私たちは、恥ずかしくて、人の目を気にして、 罪を認め、えー、られませんでしたし、またイエス様を信じられませんでしたが、しかし、えー、人の目を気にせず、また正直に、正直に悪いことをしたと認めることによってイエス様を信じることができました。多くの日本人は人の目を気にして、なかなかイエス様を信じません。どうぞイエス様、人の目を気にしないで、勇気を持って、勇気を持ってイエス様を信じる。 ことができるように助けてください。勇気を与えてください。人